ファイナルファンタジーやりますか。いやー、やっぱ難しいですね。やっぱ 3D アクションゲームはダメですね。僕はもう全然うまくないというか、初心者並みなんで、やっぱ 2D アクションゲーム派なんですよね。対戦格闘ゲームも 3D はダメですし、ダメっていうか、まあ、まだね、マシですけど、いや、アクションゲーム、もうシューティングゲームも 3D はダメなんですよね。シューティングも 3D 苦手ですね。基本 3D 苦手なんですよね。まあ、シューティングに関しては、あれですよね。スペースハリアとかはいいと思いますけどね。これね、FF7 はね、多分ね、一応持ってますけど、プレイするのね、多分もう10年ぶり以上、10年ぶりぐらいかな。多分10年以上経ってると思いますね。もうしかも、爆破ミッションをプレイしただけですからね。その時が初見プレイだったんで。ただどんなんかなって感じでやっただけですからね。それ以来やってないですからね。これ飛ばせますか？あ、飛ばせないか。まあ、ファイナルファンタジーシリーズは進化しすぎっていうのが僕の中ではね、ありますね。正直なところ、一番ファイナルファンタジーらしかったのが1から6までかなっていう気がしますね。7からね、現在15ぐらいは出てんのかな。7から15まではなんかファイナルファンタジーじゃないっていう感じが僕はしますね。なんかちょっとこう、変化しすぎというかね、ドラクエみたいにもうちょっとね、なんか、ドラクエはね、ずっと変わらないんですよね。基本は。ドラクエらしさはちゃんとね、残してるんですけど、FF はちょっとね、変わりすぎなんですよね。っていうふうに僕は思いますね。一番 FF らしかったのは6まで。だからもう僕の中では6までがファイナルファンタジーっていう感じで、7以降はもう別物っていうイメージが僕の中ではありますね。一応まあ7も名作って言われてるみたいですけどね。僕の中ではちょっとまあまあ 3D でもありますし、よくわからないっていう感じはありますね。あ、この曲ね。爆破ミッションの曲ですよね。行くぞ、新入り。俺に続け。あ、これはいいですね。まだ操作しやすいですね。ちゃんと上行ったら上行ってくれるから。あ、敵出た。元ソルジャー。で、まあ、この画面になると確かに FF ですね。あ、そうか。FF ってそういえばリアルタイムバトルでしたよね。ドラクエみたいにね、交互にやる感じじゃないんですもんね。はい、倒しました。元ソルジャーって名前になってしまってるね。まあ、この曲は好きですね。ああ、これは操作しやすいわ、3D でもね。話しかけられないのか？あ、できた。さすがソルジャー。でもよ、死んだグループ、アバランチにソルジャーが参加するなんてすげえよな。ジェシー、そんな話って本当だったの？ソルジャーって言ったら私たちの敵でしょ。どうしてそのソルジャーが私たちのアバランチに協力するわけ？あやとつりするな、ジェシー。元ソルジャーなんだってさ。今はもうシンラーを辞めちまって、俺たちの仲間ってわけさ。
ビッグス、また名前を聞いてくれなかったよな、教えてくれ。あ、これでやっと名前つくんや。まあこれシロックマンでつけれますね。シロックマン、シロックマンだ。ビックス、シロックマンか。俺はあんたたちの名前なんて興味ないね。どうせこの仕事が終わったらお別れだ。何やってんだお前たち。固まって行動するなって言ってんだろ。ターゲットはマコーロのブリッジに集合だぞ。それじゃあ信用できねえな。あ、つけるんかい名前。あ、いや、この人らは、あ、でもね、一応つけとくか。じゃあね、僕は好きなバンドの名前つけますね。はい。あ、そうや、これはあれ、こっちにしようか。爆竹ね、はい、適当ね、つけます。爆竹、キャンセルボタン、初期状態では×を押しながら方向キーを押せば速く走ることができる。遅れずについてこい。×を押しながら方向キーを押せば走れるか。これはまだ操作しやすいですね。さっきのバイオハザードと違ってね。あ、こいつのとこ、こいつは、うん。あ、これ敵なんこれ。あ、これエンカウントで出てきた敵か。確かにこの戦闘画面は FF って感じですよね、やっぱりね。はい、倒した。 SF って感じですよね、セブンって。はい、レベル7なんや。ウェッジ、俺は脱出口を確保しておくっす。しかしこの大きなマコーロを爆破するなんて見物っすね。こいつはもうとりあえずあれか、無視していいのか。あ、ここか。おい、お前、マコールは初めてじゃないだろう。まあな、ソルジャー、シンラ、カンパニーの人間だったからな。この星は魔法のエネルギーに満ちている。住民はその魔法エネルギーを使って日々生活している。でも、誰も魔法の本質を知らねえんだ。お前知ってるか？魔法はこの星を流れる血だ。それをシンラって会社、ガンガン吸い出して、シンラって会社はガンガン吸い出して嫌がる。この辺、竹林な、スクラップでな。ノガキはいい。先を急ごう。ふっ。よし。ここから俺と一緒に行動 してもらおうぜ。あ、仲間になるわ、なるよね。ビックス、コード解除。
国安号を入手するために何人の仲間が犠牲になったことか。ぜひコード解除。ここの暗号に、まあ同じこと言ってんな。さあ、そこのボタンを押して。これか？マコールのせいでこの星の命は毎日削られていく。そしておいしの日かゼロだ。悪いけど興味がないな。星が死んでしまうんだぞ。え、シロックマンさんよ。俺が考えてるのはさっさと仕事を終わらせたいってことだけだ。警備兵やガードロボットが来ないうちにな。これで進めないかな。次か。こっち行くんかい。あ、入ってもダメだ。あ、敵出た。おー、来た。神曲来た。これ頂上の戦闘曲ですね。神曲ですよね、これ。おー、強い。まあでもこれ確かに当時としてはね、結構画期的な出来だったかもしれませんね。確かにね。なんかわかる気するわ。大ヒットしたのもね。で、一味違う FF っていう形で作ったってことかな。6とはまた違ってね。あれ？これさっきどこ行った？ああ、待って、次出た。プレイステーションのね、ゲーム機でプレイするとね、ディスクの読み込みでね、敵のエンカウントが分かるっていうね、現象があったらしくてね、当時プレイしてた人たちは、敵が出てくる時にね、CD が読み込むから、エンカウント、あ、敵出るっていうのがね、そのね、CD の読み込みですぐ分かったらしいですね。まあ、これはでもね、PS クラシックだからそれは分かんないですけどね。CD の読み込みの音でね、敵が出るっていうのがね、すぐ予感できたらしいですね。っていう、そういうね、話をよく聞きますよ。どうしたらどこ行くんや、これ。こっち行けないもんな。行けないよな。どこ行くんやろ。バックアタックや。まあでもよく考えたら
FF7 は一番弱い敵はゴブリンじゃなくなったんですね。これここ登るんか、もしかして。あ、違うな、登れないよな。あ、ここ入る？入れないよな。どうすんやろな、これ。こっちか？聞いてないしな。どういうことやるな。こっちも行けないよな。あ、ちょっと待って。ここ入るんか？新しい敵できた。おお、結構強い。ちょっと強いね、攻撃力はね、今までの雑魚と違って。あ、倒した。入るのか。あ、これかもしれん。ジェシー、はしごの前では決定ボタンを押して、そうすればはしごに捕まるわ。あとは方向キーの上下で上り下りするの。女の子か、これ、ジェシーって。なるほどね。同じこと言ってるな。なるほどね。ここは？あれ？こっち行けないのかい？ちょっと待って。あ、敵出た。あ、すごい強いやつ2体いるやん。それにしても神曲ですね、この曲は。あ、ファイヤー、ま、こいつ魔法使えるんや。あ、レベル上がったね。もう敵がちょっと強くなってるね、この辺になるとね。これどうするんや。あ、これで行くのか。ジャンプしたいよね。ここの入るのかな。あ、セーブポイントや。セーブしたのかな、今ので。セーブを選ぶと、メニューどうやって開くの？スタート？セレクト？あ、これか。そういうことか。あれ？ちょっと待って、今セーブされたんか？これでいいのね。はいはい。はい、行きましょう。あ、できてた。いや、もうほぼ初めてやる感覚に近いな、これ。もう10年ぐらい前プレイした時のこと全く覚えてないですから。
多分10年以上前ですよね、多分やってるのは。お、こいつボスかな。あ、違うな。壊しちまえばただのガラクタだぜ。ショックマンさんよ、この爆弾をセットしてくれ。あんたがやった方がいいんじゃないのか。俺は見張らせてもらう。お前さんがおかしな真似をしないようにな。好きにしてくれ。目を覚ませ、ここはただの発電所じゃない。どうした、え、どうした、ロシロックマンさんよ、早くしてくれ。ああ、すまない。本格的に やってくるぜ。ああ、ボスかな。あ、ボスっぽいね。サーチスコープ、まあ最初のねボスってことやもんね。リミットって何？なんか武器のことか、リミットって。おお、めちゃく与えたダメージ。この曲も好きですね。いや、ゲームはやってなくてもね、戦闘曲は知ってますから、僕ね。ティールレーザー、うーわ、強っ。あ、またやってきた。うーわ、やば。ちょっと待って、ポーションアイテム、アイテム強えな、こいつ。アイテム、ポーション、あ、2つ使ってもうた、間違いで。間違えたよな、爆竹で2回ポーション使ってもらったよね。やばいやばい。あ、回復したらよかった。使いすぎやな、ポーションね。よし、これで安心やな。もうちょっと死ぬとかやったね。おお、倒した。276、すごい与えた。うん、倒しましたね。これ昔やった時倒したかもうどうかも覚えてないですね。さあ脱出だ。爆発10分前。あ、そんなんあるの？脱出なんてあんの？
そうか、どこに行ったらいいかわからんけど、脱出ってたって。これセーブしとくか。押し倒したから。あれ？セーブできないのかい？え、できないのかい？おい。メニュー出ないやん。あー、敵も出るんかい。めっちゃ強そうやし、これ。出るんやね。しかもカウントされてるしな、戦闘中もね。脱出しないかんのか。あれ入らないやん。え、ここじゃないの。あ、そうか、このはしごか。大丈夫か？うか。足が挟まって、ふう、サンキュー。これ、あれなんや。会話中もカウントするんやね、時間。あら？ちょっと待って。こっちじゃないの？あー、敵出た。バックアタックやん。弱いけどね。はい、あと6分か。間に合うんかね、これ。レベルアップした。あれ、この橋側に飛び降りるんじゃないの。飛び降りないやん。ちょっと待って、こっちじゃないやろ。あー、また敵出た。間に合わないんちゃう、これ。あともう5分ちょっとしかないけどな。行き止まりっぽいもんな。この相手のやつ、そっちじゃないとか言ってくれればいいのにな。ここ入れないよな。これないってことやんな。
ですよ。からなんか脱出するとこないの？脱出できないの？これか、これはわからないな。あ、間違えた。あ、間違えた。こっちじゃない。あ、また出てきてた。うわ、結構多い。これ逃げれないんかな。逃げるのどうすんのこれ。逃げれないか。確かね、 R ボタン押せば逃げれるんですよね。 FF、 他の FF だったら R ボタン押せば何も起きないから逃げれないってことや。逃げるのコマンドもないからね。やばいなこれ。絶対間に合わないなこれ多分。逃げれるなら逃げた方がいいんですよね。戦ってる場合じゃない気がするんですけど。これ間に合わなかったら多分ね、セーブポイントからやり直しになるから、ボスもう一回倒さなきゃいかんようになるってことやね。敵出た。カウントはめっちゃリアルタイムやなこれ。もう2本切ったね。いや、昔やった時もこれで行き詰まってやめちゃったのかもしれんね。戦闘だけでも結構時間かかるもんな。こっちは下折れれないよな。登るしかないよね、やっぱり。飛び降りてられないの、これ。飛び降りられないのかい。あー、敵出た。もうダメですね、これ多分。あともう30秒しかない。いやー、もうね、初めてだからしょうがないですよね、ここね。初めてに近い状態で。わかんないもん。20秒切った。これは無理ですね。絶対やられるわ。ゲームオーバーですわ。9、8、7、6、2、1、0。爆発。これでどうなるんかい。ゲームオーバーかな、さすがに。あ、やっぱゲームオーバーですよね。いやー、難しいっすね。
まあでも面白かったですね。ゲームとしては確かに面白いですね。はい。これでやめます。はい。多分ね、昔やった時もこんな感じでね、結局ね、ボス倒したとしてもね、戻り方わかんなくてやめたんじゃないかって気がしますね。多分ね。うん。そんな気します。はい。